点、それから、じゃあ、日本人学生によるロシアダンスをこれからですね、行って、このフェスタを盛り上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、最後に本日参加団体を代表しまして、木下花火局の小林さん、お願いしたいんですけれども、木下花火局は第1回川越国際交流フェスタから参加してくださって、ご協力くださっております。すいません、ちょっと真ん中でチリのこれからダンス始まりますので、ちょっと真ん中会場を開けてください。チリの踊りの方たちがちょっと今入場いたしますので、ちょっとすいません、場所を開けていただけますか。カポエラさん、ちょっとごめんなさい。ちょっとチリの方たちが踊りますので、ちょっと開けていただけますか。ちょっとすいません、ここちょっと開けていただけますか。ちょっと開けていただけますか。ごめんなさい。ちょっとすいません、ここで踊ります。もう一回行きましょう。皆さんこんにちは。私たちグループフォーリコチリなんですけれども、皆さんチリってどこにあるかご存知でしょうかね。そうね、あまりね、日本にチリ人ってすごい少ない南米人なんですけれども、細長い国でモアイ像が有名な国でございます。というわけで、今年はですね、チリの伝統的なダンスを何個か皆さんに紹介したいんですけれども、ちょっと残念ながらインター島のダンスは踊れないんですけれども、チリの北、中央、そして南 の、 昔から伝わってる伝統的なダンスをちょっとゲームした感じもあるので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ではよろしくお願いします。
ンケートにちょっとお答えいただけますか。あそこの
Thank you.